命がけで伝えてくれた情報です。間違いはないと思います。うん、彼女はお互い騎士見習いの頃から知っている。責任感が強く、いい加減な情報を軽々しく口にする人間ではない。連合のどことも連絡が取れない事実から見ても、残念ながら情報は真実だ。セルダール陥落したのだ。そうね、最悪の事態を想定してこれからの方針を考えないと。方針というと？二人とも落ち着いて聞いてね。この事態をノイエの内乱と考えるなら、 UPW はアライアンスと戦わない可能性があるの。どうしてですか？ノイエの問題に口を挟むのは UPW のルールに反してしまうからよ。例えば UPW が自分の言いなりになる政権を立てようと肩入れしたとしたら、それは内政干渉になるでしょ。ノイエの人々から自治権を奪ってしまう。でも侵略行為なんですよ。しかも突然の。たとえやり方に問題があったとしても、クーデターが成立した時点でアライアンスはノイエの指導者になる資格を得たと言えるわ。誰がノイエを支配するか、それは私たちが選んでいいものじゃないの。そんな、それじゃあ僕たちは。ヨセカズヤ、ナッツミルク艦長は正論を言っている。リリーさん、これは UPW が公正であるために曲げられないルールなのだ。分かってくれてありがとう。でも慎重的には。それも分かっている艦長だが、あなたは指揮官として判断すべきだ。感謝します。アライアンスがノイエの政権として認めろとそう正式に要求してきたなら、 UPW にできるのはできる限り穏便にこの事態を収拾に導くことだけ。ただしその場合、最大限の努力を払うことは約束します。ソルダム陛下や多くの人々が正しい扱いを受けられるようお願いする。待ってくださいよ。話が敗戦処理になってますけど、 UPW が介入する可能性は本当にないんですか？ないわけじゃないわ。え？アライアンス側がこの戦いをノイエだけの問題にしなかった場合、つまり UPW をも敵とみなしてあくまで戦争状態を継続するなら、どうしたって戦わざるを得ない。必然的に介入することになるわね。見込みは低いがな。それに喜ばしいことでもない。それはそうですけど、もう一つ気になるのはクロノゲートが破壊されたという報告ね。これも確かなのかしら？閉ざされたのではなく。彼女の認識ははっきりしていた。おそらく間違いはないだろう。あんな巨大なゲートが本当に？連合軍の動力はなぜか一切働かず、ゲートを破壊してみせる未知のテクノロジーが使われた可能性が高いわね。いずれにせよ UPW 本部からも完全に孤立しちゃってるのね。こんな時間に合わず指令だったら。ココさん？あ、いえ、ごめんなさい。とにかく今はアライアンスの出方を待つしかないわ。和也君。はい、何でしょう？お願いがあるの。こんな大変な時に心苦しいんだけど。いえ、僕にできることなら何だって。あのね、あなたに夏目公女の話し相手になってほしいの。ほう。はい、わかりました。そんなことって、僕が公女の相手役を？どうしてそんな。セキュリティと揉めてたところに助け舟を出したでしょ。ああ、ええ、彼女がルクシオールに連れてこられた時に。実は彼女、あなたのことをとても気に入ってるみたいなの。ええ、カズヤ君を出さないと聞き取りにも応じないって言い出してて、エンジェル隊のケアだけでも大変なカズヤ君に頼んでいいものか迷ってたんだけど、今は公女の機嫌を損なうわけにもいかないし。ああ、そ
そうですね。彼女はアライアンスの名手だった。わかりました。やってみます。あ、いえ、やらせてください。ありがとう。早速後で面会に行ってみてね。はい。接し方は和也君に任せます。その方がいいと思うから。でもアライアンスがノイエを制圧したことは今はまだ伏せておいてね。わかりました。それじゃあお願いね。こちらは通信の呼びかけを続けてみます。了解。ああ、やっぱりココさん参ってるな。ただでさえ本調子じゃないのに大変なことが立て続けに起こって、このままじゃロゼルがあの話をまた持ち出してくるかもしれないな。とにかく少しでもココさんの頭痛の種を減らさなきゃ。警備、ご苦労様です。あ、白波少尉。夏目公女には会えますか？はい、少尉が担当なさる件は連絡を受けております。ただ公女は大変気難しく、先ほども担当官が追い返されたばかりで。とりあえずご機嫌を伺ってみます。取り継いでください。了解しました。少々お待ちください。お会いになるそうです。どうぞ。どうも。アームズアライアンスの名手なんだよな。まずは丁寧に挨拶をっと。失礼します。公女様におかれましてはご機嫌麗しく。なんというか、その不幸な行き違いでこんなことになりましたが、その、あ、そうだ、自己紹介を改めて。僕はカズヤ白波少尉です。ご存知でしたよね。それじゃあ、ルーンエンジェル隊の隊長を任されているんですけど、紋章機と合体するブレイブハート、あれに乗ってるんですけど。うひゃー、不機嫌そうだ。そりゃそうか、捕まって捕虜になってるんだし、目の前にいるのは直接戦った相手だしな。今はいろいろと忘れてですね。遅い。あ、え、あ、あの、ようやく会いに来ようってどういうつもりじゃ。え、だってそれは、その、わらわはそちが気に入ったとそう言っておいたであろうが。あの時に。どうしてすぐに来ないのじゃ。待ちくたびれたわ。男児としてのエチケットに欠けておる。無礼千万じゃ。わらわの宮殿では考えられぬことぞ。宮殿って、そうか、王様みたいなものだもんな。待たされたことなんてほとんどないんだろうな。じゃあここは頭を低くして。大変失礼しました、夏目工場。もっと早くご挨拶に伺うところを。あれ、がっかりじゃの。ああ、つまらん。まったくつまらん。あのまた何か僕に不手際でも。なんでもないよ。で、そろそろ連絡はないのか。は、誰からのでしょうか。決まっておろうが、ハチェット校ジュニエブルからじゃ。ハチェット校ジュニエブル。我がイザヨイ公爵家の補佐役でな。わらわが成人するまでの後見人じゃ。頼りになる男じゃからな。わらわが囚われの身になったと聞けば、すぐに大軍を率いて助けに来るはずじゃ。そちも覚悟しておくがよいぞ。わらわは調整が不完全な紋章機で捕獲を取ったが、我が軍は必ず勝利する。極悪非道のセルダール王国と別宇宙からの侵略者ども、いずれも間もなく天罰が下ろうぞ。セルダールが極悪非道？エデンの人たちが侵略者？あ、ちょっと待ってください、公女様。おかしいですよ。古墳をいきなり占拠したのはアライアンスの方じゃないですか。おお、そうじゃとも。ア
生に苦しむ民を解放するためにじゃ。悪行三昧のセルダールを懲らしめ、このノイエ宇宙に理想の世界を作ろうとわらわたちは立ち上がったのじゃ。そんなバカな。セルダール連合王国や UPW が悪でみんなが苦しめられているなんて、そんなこと誰が言ったんです？誰とな。誰でもない。これは常識じゃ。正義を守る騎士の星とは名ばかりで、王も家臣もただ私腹を肥やすことに夢中。辺境では今も悪しき魔女たちが怪しげな魔法を使って狼藉を働いておるそうじゃな。な、UPW とやらもそれをいさめるどころか、悪党たちと手を結び利を貪っておるとか、まったくもって呆れ果てた者たちじゃ。わらわが成敗してやらねばなるまいが。めちゃくちゃだ。デタラメですよそんなの。セルダール王は立派な方だし、魔法だってもう悪用する人なんかいないし、エデンは僕たちにロストテクノロジーをもたらしてくれた。そしてノイエが自分の足で歩けるように UPW を組織して見守ってくれているんです。それが悪だなんて言いがかりです。やはりな。やはり連合の民は皆都合よく洗脳されていて、何を言っても信じぬだろうとジュニエブルから注意されておったのじゃ。しかしカズヤマデモがそうであったとは残念じゃ。本当にそう思ってるんだ。セルダールが悪の王国だって。じゃが安心しろカズヤよ。わらわがノイエを解放した暁にはそちの身分は保証してやろう。あのブレイブハートとかいうブースターにも興味があるのじゃ。そちの乗るあれと合体すればわらわの紋章機も本当の力を取り戻すやもしれぬ。何よりもわらわはそちを気に入った。かばわれた恩義は忘れておらん。それってみんなが処罰されても僕は多めに見てもらえるってことですか？そうじゃ。大船に乗ったつもりでいるがよいぞ。そうですか。すいません、それはお断りします。何？僕だけ特別扱いなんてごめんです。だいたいあなたは理想の世界を作るんでしょ？だったら気分で罰を決めるのはおかしいじゃないですか。なんたる無礼な言い草じゃ。こんな屈辱は生まれて初めてじゃ。あ、まずい、怒らせちゃった。あの出ていけ。もうそちのことなど知らん。わらわの行為を無限にしよって嫌いじゃ。あっち行け。あ、やめ、あいだ、いてててこのうつけ者が。出ていけ。はい、退散しますから、どうか気を悪くしないで。大体ふぅ。どうなさいました、白波将尉。はあ、いや、なんでも。あ、それじゃ失礼します。どうしよう、完全に怒らせちゃったぞ。こんなことココさんに報告なんてとても。まあ、カズヤ白波のバカ。よし、ダメで元々だ。次はケーキでも焼いて持って行って、なんとか関係の修復をしてみよう。いや、しなくちゃ。カズヤさん。やあ、リコ。あの、少し付き合ってくれませんか？え、どこに？映像です。映像？そんな場所あったっけ？実は使っていない予備の空き倉庫なんですけど、謹慎にはそういう場所がふさわしいってご自分の権限で映像に。謹慎ってもしかしてカーチューサ？はい、そこにこもられてるんです。中佐の承認をもらわなきゃいけない書類があって。なるほど。あ、そうだ。ん？
中佐で思い出したんだけど、リコ、V チップって知ってる？はい、知ってますよ。中佐が船を操作した時、ボソってつぶやいてたんだ。ええ、私にも聞こえました。一体何なの？カズヤさんはバルファスクの特性って知ってます？確か長生きなんだよね。ええ。それと頭で考えただけで機械を操れる。はい、その機械を操る能力に関係があります。え？つまり受信機のことなんです。脳波の受信機。バルファスクは機械を操れるといってもどんなものでもというわけにはいきません。機械側にその受信機が必要なんですよ。それが V チップ？そうです。でもそれがこの船に組み込まれているとは思いもしませんでした。中佐子自身も驚いていたようですけど、私もかなりびっくりです。そうか、確かにその気になればこの船はカーチューさんの思いのままだ。バルファスクはエデンの敵だった存在。争いは終わってるとはいえ少し考えにくいかも。きっと上層部なりの意向があるんでしょうね。うん。あっと、いけない、中佐のところに行かなくちゃ。おっと、そうだったね。それじゃあ一緒に行くよ。本当ですか？よかった。実は一人で行くの少しだけ不安でした。中佐がバルファスクだから？あ、いえいえ、私個人はバルファスクに対して何も思ってません。そうなんだ。聞きかじっただけだけど、多くの犠牲者が出たんでしょ？ええ。でもだからといってバルファスク全てが悪いとは言えないじゃないですか。うん、きっと分かり合います。エデンは一緒に歩いていこうと決めました。私もそれがいいと思うんです。そうだよね、バルファスクか。僕も彼らは人間と変わらないと思う。だから理解し合えないわけがないよ。エデンとノイエ、僕とリコが仲良くなれたようにきっと。はい。あれ、待てよ、それじゃあなんで一人で行くのが不安だったの？ですね、カーチューさって、その怒られそうな気がしません？あ、なるほど、単に怖いのか。あ、秘密ですからね。わかったよ。ただもし発作的にあの怪力が出ちゃったら、あ、まずいね。確かにあれは精一杯フォローするから。はい、お願いします。カーチューさん、失礼します。書類をお届けに上がりました。ご苦労です、桜庭少尉、それに白波少尉。いえ、中佐こそ。状況はお聞きですよね？大体のところは聞きました。しかしにわかには信じがたい。そうでしょうけれど、無論これは受け入れたくない現実を否定するものではありません。ただ今はあまりにも情報が足りない。分析しようにも材料がありません。書類に問題はありません。署名も入れておきました。ありがとうございます。カーチューさん、さっきもリコと話したんですが、僕たちはバルファスクに対して特別な感情は持っていません。それにあの時中佐がとっさにルクシオールをコントロールしてくれなければ少なからず被害が出ていたでしょう。中佐が謹慎する必要はないと。少尉、私はあるべき規律を乱したのです。ルクシオールはナッツミルク大佐の指揮で動かなければ意味がないのです。でも今はもう非常事態です。中佐にブリッジに戻ってもらった方が。必要とされる時にはもちろん戻ります。ですがそこに至ってもナッツミルク大佐が指揮官としての十分な能力を発揮できない。もしそうなった場合には私は副長の権限で大佐の指揮権剥奪に踏み切るでしょう。あるいはそんな提案もすでに一部ではなされているかもしれませんが、
私もなるべくならそれはしたくない。だから今は謹慎を続けます。ナッツミルク大佐にクールダウンの機会を与えなくてはフェアではありませんから。中佐。そうそう、白波少尉、夏目公女の相手役を任されたそうですね。ええ、なんだか気に入られちゃったみたいで。公女の扱いはくれぐれも用心しなさい。間違っても同じレベルで喧嘩したりなどしないように。いいですね。はい。やばい、僕の行動読み切られてるよ。書類は確かに預かりました。二人とも下がってよろしい。はい。カズヤさん、今の話、指揮権を剥奪するって話なんですけど。うん、そういう意見は出てるんだ。そうですか。それってカズヤさんは。もちろん反対さ。ルクシオールの艦長はココさんしかいないって思ってる。よかった。だけどもしもこの先アライアンスとの交戦状態が続くとしたら。そしてカーチューサが言うようにココさんの判断力が落ちたままだったら、一時的に中佐が艦長代行を務める方がいいのかもしれない。はい。大丈夫、そんなことにはならないよ。ココさんなら絶対に。そうですよね。これは緊急コールです。ブリッジに急ごう。はい。ココさん、何が。カズヤ君、静かに聞いていて。聞こえる？ルクシオール、こちらセルダール、お願い届いて。ケルシーのサンタローザ。じゃあこれはセルダールからの。通常は使わない極秘周波数帯からのスクランブル通信ですわ。そこまでは妨害されていなかったらしくて、こちらの調整が進めば通話できるそうです。できました、艦長、どうぞ。こちらルクシオール、艦長のココナッツミルクです。あ、ココだよ、サンタローザ。やったね、ケルシー。そちらの状況を手短に教えてください。何があったんです？もう大変よ、いきなりなの。突然よ、突然。ほんと、驚いたわ。びっくりよ、びっくり。もう少し具体的に。艦長、失礼する。ディディ。二人とも陛下はご無事か。うん、ここにいるよ。ちょっと待って、すぐに精神リンクするから。ルクシオールの諸君。陛下。リリーよ、そなたらが無事で何よりだ。陛下も息災のご様子、安心いたしました。うん、さてこの帯域での通信も長くは持たないだろう。急ぎ状況の確認をしたい。艦長を頼む。はっ、ただいま。お話を総合いたします。惑星の制圧はあくまで衛星軌道上から行われているということですね。地上に占領部隊の類は送り込まれてはいないと。そうだ、要含め誰も直接的な拘束は受けなかった。しかし兵器は一切使用できない。軌道衛星の防衛網も即座に無効化された。以前エデンでの戦いで動力を相殺するという装置はありましたが、それとはまた違う原理のようですね。エデンの技術ではないということだな。そう考えられます。このような技術、アームズアライアンスはいかにして手に入れたのか。アブソリュートの技術でもないでしょうし。もしそうであるなら、先のクーデターでベレルが使用したであろうからな。我々が預かり知らぬ未知のテクノロジーということか。いずれにせよ今のセルダールに打つ手はない。連合の他の惑星も同じ状況だろう。アライアンス側から何か要求は。
今のところ三公爵の連名で警告が来たのみだ。無駄な抵抗をせず傍観に徹していろとな。三公爵？アライアンスに加盟している3つの惑星、カジェル、パイク、ハチェット、これらの惑星をそれぞれ統治している公爵たちのことです。本来はその一番上に夏目公女がいるということになっているんですけど。傍観者でいるように。それはどういう意味でしょう？わからぬ。だが抵抗しようにもできぬ状況であることは確か。連合王国の長としては口惜しい限りだ。陛下。陛下、いずれアライアンスから何らかの要求が出されるはずです。ルクシオールには夏目公女がいますし、状況はまだ流動的です。ですから。うむ、余も機関の立場は理解しているつもりだ。必要な局面となった場合、 UPW には調停を願い出ることになるだろう。重ねて感謝いたします、ソルダム陛下。セルダールは本当に負けたのか。僕たちにできることはもう何もないのか。リリーよ。はい陛下。そなたはもうセルダール近衛隊長ではない。しかし一つ余の頼みを聞いてほしい。もちろんです陛下。このリリー・シー・シャーベット、おそばにはめることはできずとも、心は常に陛下にお仕えしております。その忠義、嬉しく思うぞ。そなたに頼みたいのは夏目公女のことだ。公女？姫君の？うむ、その船に公女が乗っているという事実には驚いたが、これは和平の道を切り開く鍵になるやもしれぬ。アライアンスと交渉の可能性があるとすれば、その時公女は強力なカードとなるだろう。そのためにもそなたの腕を見込んで彼女を守ってもらいたいのだ。拝命いたしました。この命に変えても必ず。よろしく頼むぞ、七重のご犬よ。もったいなきお言葉。ではナッツミルク艦長、今後の連合との連絡法について。陛下？陛下？聞こえますか？陛下！通信状況は？強力な電波で割り込みが。あ！これは通信が乗っ取られた？こんな帯域で通信する手段があるとはな。ははは、少々驚いたわ。初めてお目にかかるな、ルクシオールの諸君。あなたは？わしの名はカルバです。惑星カゼルの統治者、アライアンス三皇の一人にして、これよりお前たちに地獄を見せる男よ。私はルクシオールの艦長を務めるココナッツミルク大佐です。あなた方の目的は何ですか？それに地獄を見せるとは。すでに知っているだろうが、我々はセルダール連合王国を制圧した。このまま勝利を宣言するのはたやすい。だがわしらはこの勝利をより完全なものとしたいのよ。誰の目にも明らかにわしらこそがムイエの名士だと示したいのさ。つまりどういうことです？どういうことかって、エデンとノイエのテクノロジーの結晶、ルクシオールとルームエンジェル隊、お前たちを打ち負かしてこの戦いの決着とするのだ。なんですって？なぜそんな必要が？戦争とは不条理なものよ。これはもうわしら三皇の間で決定したこと。お前たちが戦いから逃げれば、わしらは連合王国への総攻撃を開始する。抵抗できない相手に？ノイエの民全てを人質に取るつもりか？お前たちに選択肢はないのだ。理解したか？
まずはこのわしがお前たちの相手をする。まあ2番手以降は必要ないがな。わしは現在惑星アジート中域にいる。な、アジートだと？今から座標を送る。指定した期日に戦艦ルクシオールのみでやってくるのだ。無論ルーンエンジェル隊も生き残らず来い。そうでなくては勝利とは認められんからな。そこで正々堂々と雌雄を決しようではないか。わしもアジートが死の星となるのを見たくはないからな。くそ、何が正々堂々だ。まるっきり公開処刑じゃねえか。いいか、必ず条件が守る。ルクシオールとエンジェル隊だけで来るのだ。それ以上それ以下も認める。それでは決闘の日を楽しみにしておるぞ。特別に先手はくれてやる。好きなように仕掛けてくるがよい。待って、通信断絶しました。セルダールとの通信も回復不能。この帯域まで妨害が入った模様です。そう、ココさん、まさかルクシオールが標的になるなんて。エンジェル隊を倒すですって。逃げれば無差別攻撃でも、まともにぶつかって勝てる戦力差では、こんな重要な決定、私には。ナッツミルク艦長カズヤ、ここは、うん、ココさん、ひとまず解散にしましょう。2時間後にもう一度集合ということにして、少し頭を冷やしましょう。わかりました。それじゃあエンジェル隊は後でブリーフィングルームに。了解。ありがとう、カズヤ君。私もオフィスに戻るわね。はい、それじゃあ後ほど。はあ、ルクシオールが狙われる立場になるなんて。これでアライアンスがUPW まで含めて敵対するつもりなのははっきりしたけど、でもこのままじゃ本当にまずいよ。せめてココさんの調子が戻らないことには。とにかく会議の時間が来るまで僕も頭をリフレッシュさせとかなきゃ。栄養剤でももらいに行こうかな。失礼します。あの、モルデン先生。いらっしゃい、白波君。ようこそなのだ。あれ、ナノナノ、解散してすぐにここに来たんだ。ナノナノは先生のお手伝いがあるのだ。入院患者がいるのだ。入院患者？入院は大げさですが、あの騎士の女性ですよ。ああ、セルダールの使者さん。外傷はナノナノさんが治してくれたのですが、何分緊張状態が長かったようで、まだ奥のベッドで眠っておられます。鎮静剤はすでに切れているのですがね。ずいぶん疲れてるみたいなのだ。こういうのはナノマシンでは治せないのだ。そっか、連絡艇は相当被弾していたし、精神的なストレスもすごかったんだね。それはそうと、白波くん、あなたも何か不調が？不調ってほどではないですけど、少し気分をすっきりさせたくて栄養剤でもいただければと思ったんですけど。なるほど、大体のことはナノナノさんから聞きました。おそらくは精神から来る疲労感でしょう。栄養剤はあまり効果がありませんね。本来は睡眠をとるのが一番なのですが、そうもいかない情勢でしょうし、精神安定剤を処方しましょうか。お、大げさじゃないですか。軽くて副作用の心配はないものですが、強くおすすめはしません。そうですね。いや、頑張ってるナノナノを見たら甘えた気分が吹っ飛んじゃいました。もうナノナノに癒されたのかも。少し元気が湧いてきたよ。そうなのだ。だったらナノナノも嬉しいのだ。実際ほんの少しリラックスするだけでも、こうした疲れは随分軽減されます。私も可愛らしいナノナノさんが隣にいるおかげでストレス知らずですよ。そんなこと言うと照れるのだ。
うん、僕も元気をもらったみたいです。死者さんを起こしちゃいけませんから、これで失礼しますね。はい、いつでもまた来てください。後でなのだ、カズヤ。あれ、アニス。よう、カズヤ、お前待ってたんだ。僕を？ああ、ちょっと相談してることがあるんだ。いいよ、何？カズヤ、お前は正直どうなりそうだと思ってる？どうって？今後のこと？正式な方針はもちろん会議で決まるんだろうがよ、戦うしかねえよな。ルクシオルと俺たちだけで逃げるわけにはいかねえんだしよ。夏目公女との交換に応じるとか、そういうわけにはいかないかな。ああ、俺もそれは考えたんだけどよ、多分あの公女さんには人質の価値はねえと思うぜ。え、どうして？彼女はアライアンスの名手なんだよ。名前だけな。リコに聞いたけど、実権は三公爵ってのが握ってるって話だ。本当に公女が大事なら、さっきの通信でもまず公女は無事かとか聞いてくんだろ普通。そういえば、あのカルバヌスって男、夏目公女のことは一言も。そっか。そうなると俺たちカードはもうねえ。だから戦うしかねえと思うぜ。そうだね。結局はどう考えても答えはそれしかないんだよね。戦わなきゃアジートに無差別攻撃が始まるし、それに逃げ場だってないし。だよな。うん、カルバズスの言う通り選択の余地はないんだ。で、どうすんだ。ん？どうするって？どうせ向こうは大軍勢で待ち構えてんだ。決闘なんて言い方しやがったけど、要は弾を込めた鉄砲の筒先に飛び込んで来いってこった。そうだね。なあカズヤ、お前のブレイブハート調子悪かったのは治ったのか？あ、うん、一応なんとかなったみたい。おっしゃ。じゃあ相談なんだけどよ、俺とお前で裏を書くってのはどうだ？裏？つまりさ、鉄砲の裏側、後ろ側からつついてやるのさ。奇襲ってこと？でもどうやって？アジート中域には星屑の墓場って呼ばれる小惑星帯があってよ、戦艦並みの大きさの岩が不規則に飛び交ってて、迷い込んだらまず助からねえって言われてるけどな、そこには抜けるルートがあるんだ。猛暑期くらいの大きさでやっとだけど、うまく突破できりゃ敵さんの背後をつける。本当に？ああ、なんせあの辺りは俺の庭みたいなもんさ。そうか、アリスはアジート生まれだもんね。そういうこと。どうだこの話、乗るか？そうだな、いい手かもしれない。確かに何もしないでやられるくらいならやってみる価値はあるよね。だろ、こういう時は奇襲って。相場は決まってんだ。わかった、ここは多少危険でも賭けに出るべきかもしれない。すぐにココさんに提案してみるよ。ああ、よろしく頼むぜ隊長。カルバドスの指定してきた対決の期日、これに間に合うようにルクシオールはアジートに向けてクロノドライブに入ります。アジート少尉の提案する奇襲作戦を含め、この戦いに臨む最終方針はクロノドライブ中に検討の上、遅くともドライブアウトまでには結論を出す。これでよろしいですね、ナッツミルク大佐。はい、今はとにかくアジート中域への移動を優先します。それまでエンジェル隊の皆さんにはいつものように過ごすよう伝えてください。難しいかもしれませんが。わかりました、できる限り僕もみんなをフォローします。ココさんは作戦立案に専念してください。ええ、では航路再計算の後クロノドライブに移行します。それから白波少尉。はい。私タピオカーは以後ブリッジでの職務に復帰します。少尉もくれぐれもよろしくお願いします。はい、アニスの言う通り僕たちは戦って勝つしかない。
作戦がどうなるかはココさんの判断次第だけど、みんなのテンションを上げるのは僕の役目だ。やれるだけのことはやっておかなくちゃ。連合が一度に掌握されてしまうなんて、占領された星の人たちが心配です。カズヤさん、夏目公女のご様子はどうでしたか？セルダール連合が一度に掌握されてしまうなんて、占領された星の人たちが心配です。カズヤさん、ルクシオールの中で強い方ですか？そう、自己トレーニングだけだと張り合いなくてよ。誰か知らね？そういえばあの人が強いらしいって聞いてますけど。何？本当かそりゃ。教えてくれた礼に何か買ってやろうか。本当ですか？それでしたらそこのデリシャスバーを処分してくれるとありがたいのですが。カレーショップクミン千倍カレー味うまそうじゃ。いいぜ、買ってやら。ありがとうございます。そういや、あいつとは前にちょっとだけやり合ったよな。確かに身のこなしは良かった気がする。へへ、こいつは楽しみだぜ。へへ、こいつは楽しみだぜ。パイロット様にはかなわねえ。自信がねえならとっととこの船を降りやがれ。なんやてこの頑固じじい。なこと言うてへんやろ。言ってんのと変わらねえだろ、ベラボメ。だいたい陰口なんか叩いてる暇あったら仕事しやがれってんだ。なんや、やるんかじじい。やっとろうじゃねえか。なんか来るたんび喧嘩してるな。班長、それにコロネさんも、とりあえず落ち着いてください。何やて？二人とも、今度は一体何があったんですか？カズヤ、あのロゼルってやつなんなん？もう頭くるわ。え、ロゼル？あっけろ、人様の悪口ばっかり言うもんじゃねえ。班長かて頭くるやろ。うちらのことバカにされたんやで。バカにされたってどういうことなんですか？どうもこうもねえや。俺たちの整備が信用できねえってだけのこった。せや、あいついきなりやってきて何言うかと思うたらな。ホーリーブラッドの調子はなかなかいいよ。うん、立派なものだね、なんて言うんやで。ああ、それはいいんじゃないの？そこまでは良かったんだよな。 UPW にいた頃と比較してもそれほど遜色ないレベルの整備だ。ノア代表のチューンにはかなわないけど、君たちもなかなかやるじゃないか。正直ここまでやれるとは思ってなかったよ。こうやで？明らかに UPW の整備よりうちらを下に見てるんや。ロゼルがそんなことを？いやいや、なんてったって
あちらさんは世界一の研究所、片やこちとら最新鋭とはいえ、部品なんかはある程度ありもので賄わなきゃならねえ。その辺の差が響いてエリートパイロット様には物足りなく感じるんだろうよ。むっきー、うちらはうちらで誇り持って一生懸命やっとるんやで。いくら優秀か知れへんけど、いきなりやってきてよくできましたわ。もう腹立つでほんま。たく、その通りでベラメ。なんだ、そんなことだったんですか。ああ、そんなこととは何で、カズヤまでバカにしやがんのかい。違いますよ、二人とも同じことを起こってるんだと思って。それなら二人で喧嘩することはないじゃないですか。ん、確かに、しやな。とにかくここは僕に免じて収めてください。彼のことは何か不満があるのか僕の方でも調べてみますから。まあ、それやったら。すまねえな、カズヤ。そうしてもらえると助かるってもんだ。わかりました。現場の皆さんには僕から謝っていたと伝えてください。おう、気遣わせてすまねえな。さあ、コロネ、仕事だ仕事、気持ち切り替えろ。サンキューな、カズヤ。うちも頑張るさかいな。ふぅ、ロゼルも意外と困ったやつだな。何も整備班を怒らせなくたって。ランティ。ん、なんだ、カズヤか。飯でも食いに来たのか。今なら暇だし、なんか作ってやってもいいぞ。作ってやってもって、お前はそれが仕事でしょ。俺は作りたい時に作るんだ。まあ大体作りたいと思ってるんだけどな。そうだな。それじゃあスペシャルフルコース却下。どうしてさ、さっき作ってもいいって言ったじゃないか。作ってもいいとは言ったが、そんなめんどくさいのはお断りだ。エンジェルの誰かが食べたいって言うなら話は別だけどな。あの、僕だってエンジェル隊の一員なんだけど。お前はエンジェル隊には入ってるが、エンジェルじゃない。エンジェルってのは可愛い女の子なの。男のエンジェルなんか認めてたまるか。相変わらずだな。それじゃあロゼルは。同じことだ。エンジェル隊の一員だが俺のエンジェルじゃない。まあ、あいつの場合それだけじゃなくて、なんか虫がつかないってのもあるけどな。虫がつかない？どうしてさ。だからなんとなくだよ。別に理由があるわけじゃない。お前もだが、だいたい俺のエンジェルたちと仲良くしてるってだけで気に食わん。そんなこと言われても、僕らは同じチームなんだし仲が良くて当たり前なんだけど。そんなことは承知の上だ。だが許せん。これは理屈ではないのだ。お前たちがエンジェルたちと仲良くしてる間、俺はずっと皿とか洗ってんだぞ。そう、俺だってエンジェルたちと仲良くしたいんだ。どうぞ落ち着け、ランティ。気持ちはわかるよ。お前なんかに俺の気持ちがわかるか。せめて食堂にも専属のウェイトレスがいたらな。メルバがこっちに常駐してくれれば。いや待て、それよりかはいっそ。そうだな、カズヤ、お前から頼んでくれないか。え、な、何？エンジェル隊にだよ。たまにここでバイトしてくれないかって。え、何言い出すんだよランティ。戦闘とかのない暇な時ちょっとだけでいいんだ。な、頼む。無茶だよ。第一、僕たちは時間があるときは休むことだって仕事なんだ。そこをなんとか。ここでゆっくり休んでていいから。それってバイトですらないし。そうだ、あ、僕用事があったのを思い出したよ。こら待て、逃げるか。また来るよ。それじゃ。待て。あー、参った。あいつここんとこかなり追い込まれてないか。はあ、何か食べたかったんだけど。
また今度にしよう。ここにテキーラが来てると思うんだけど。はい、いらっしゃってますよ。あちらのお席です。どうも。あら、知らぬみ。やあテキーラ、ずいぶんくつろいでるね。まあね、いろいろと大変な時期なのは分かってるんだけど、どんな時も心の余裕は必要よ。うん、それもそうだね。で、私に何か用？テキーラの顔が見たかったんだよ。あら、気の利いたこと言うじゃない。まあいいわ、何にせよゆっくりしてきなさい。じゃあせっかくだから僕もここで一緒に休んでっていいかな。悪いわけないじゃない。私も白波といた方が楽しいわ。よかった。メルバさん。はい、ご注文はお決まりですか？うん、じゃあホットココアを。かしこまりました。少々お待ちください。よいしょ。ココアなんて子供っぽいもん飲むのね。そんなことないよ。ここのココアは少しビターなんだ。苦すぎず甘すぎず美味しいよ。ふーん、要は中途半端に甘いのね。性格に合ってるじゃない。言ってくれるね。そういうテキーラは何を飲んでるのさ？ロシアンティ。なんだ、そっちこそ甘党じゃないか。そんなことないわよ。今日はたまたま気が乗っただけ。ふーん。お待たせしました、ホットココアです。あ、どうも。それからテキーラさん、こちら遅くなって申し訳ありません。あ、それはもういいの。え、それってもしかして？はい、キイチゴのジャムです。カズヤさんがいらっしゃる前に追加のご注文をいただきましたので。テキーラさん、いつもこれを紅茶に入れられるんですよね。へえ、そうなんだ。笑うな、白波。だって。どうかなさったのですか？なんでもないわ。さっさと置いていきなさいよ。は、はい、それではごゆっくり。なんだ、やっぱり甘党なんじゃん。うるさいわね。あの子が甘いもの好きだから合わせてるだけよ。別に隠すようなことじゃないのに。それじゃあ今度またケーキをご馳走するね。思いっきり甘いやつ。そんな甘すぎのケーキなのか。美味しくない？美味しいわよ。うん、じゃあ決まりだね。今度時間ができた時に。あ、その時ってカルーアとテキーラに一つずつ用意した方がいいのかな。勝手になさい、もう。さてと、それじゃあそろそろ行こうかな。ココア残っちゃったな。テキーラ、よかったら残りどうぞ。え？ここのホットココア美味しいよ。それに残すともったいないし。それじゃ。ちょっと白波。意外にマイペースよね、白波ったら。それじゃあせっかくだからいただくとしますか。中途半端な甘さ、白波によく似てること。飲み慣れるとココアもなかなかいいわね。あの子はいつもお茶ばっかりだから、進めてみようかしら。
飲み慣れるとココアもなかなかいいわね。あの子はいつも。こちらも異常なしのようですね。こんにちは。カズヤなのだ。あ、動かないでください。カズヤ、いらっしゃいなのだ。急に飛びついたらびっくりするってば。先生、ナノナノを検診してたみたいですけど、どこか問題が？ああ、いえ、ただの定期的な検診ですよ。ナノナノさんの体についてはまだわからない点が多いですからね。念のため他の人より頻繁に検診することにしているのです。なるほど。でも検診は退屈だから嫌いなのだ。ナノナノ、これはナノナノのためなんだから我慢しなきゃ。もうナノナノはそんなに病弱じゃないのだ。そのようですね。今までのところ検査結果は正常です。当然なのだ。もうナノナノが大活躍で決まりなのだ。頑張るのだ。ではその調子で引き続き検診の方も頑張りましょうか。先生、さっき異常なしって言ったのだ。あれは視力検査です。これから行う検査とは全く別です。もう全然問題ないのだ。早くカズヤと遊びたいのだ。本人が大丈夫って言ってるなら大丈夫なんじゃないですか。ほら、カズヤもこう言ってるのだ。深刻な病気であるほど患者には自覚症状がなかったりするのです。白波くん、失礼ですが医療に関してあなたは素人。余計な口出しは無用です。ナノナノさんのためにもきちんと検診をさせてもらいますよ。あ、はい、ごめんなさい。検診するのだ。あとはいくつかのスキャンをするだけです。1時間もかからないと思いますよ。カズヤ、終わったら遊ぶのだ。わかった。じゃあまた後でね。なのなの、またなのだ。はい、おしまいです。お疲れ様でした。やっと終わったのだ。おやつ買いに行くのだ。やっと終わったのだ。おやつ買いに。口の中が甘くていい香り。きっとあの人がお茶を飲んでたんですわね。アームズ・アライアンスという前々からあまり交流はなかったのですけど、でも連合の星すべてを一度に陥落させるほどの軍事力は持っていなかったはずですわ。口の中が。頼もう、頼もう。アニス、何やってるの？お、カズヤか。いや、メルバいねえかと思ってさ。メルバさん？そんな大声出して何の用？あ、メルバがなんとかって格闘術の免許改伝だって噂を聞いたんだ。本当なら手合わせしてみてえと思ってさ。もう道場破りじゃあるまいし。強いかどうか実際にやってみれば一発でわかるからな。私はいいですけど、怪我をしても知りませんよ。あ、メルバさん。怪我だって？へっ、望むところだぜ。仕方がありませんね。それでは少しだけ。おいおい、自分で言っといてなんだけど、ここでやんのか？はい。何か不都合でもおありですか？
だってよ、周りに客とかいるし、ひっくり返したりしたらやばくねえのか。そうだよ、店の中で暴れたりしたら。お気遣い恐れ入ります。でもご心配は無用です。ほんの一瞬で片付きますから。紅茶をこぼすこともありません。なーに言ってくれるじゃねえか。よっしゃ、そっちこそどうなったって知らねえぜ。では特別にお見せしましょう。本格闘術奥義本大義風盤。まさかあの一撃を受け止めるなんて。この勝負引き分けだね。カズヤ、気使ってくれるのは嬉しいけどな、俺はまだ物足んねえ。邪魔すんなよ。同感です。私のお盆を受けて再び立ち上がることができたのはあなたが初めてです。へっ、当たり前じゃんか。まだ勝負は終わっちゃいねえ。今度はこっちから行くぜ。いえ、後日改めて勝負いたしましょう。これ以上ここで戦うと大変なことに。言っただろ、どうなったって知らねえってよ。やめてください。また後日。問答無用。アリスやめ。おりゃあ、わわわ、大輝。静かになった。どっちが勝ったのかな。そこの椅子2脚に花瓶が4つ、それからテーブルクロスも。すみません、本当すみません。謝ってもダメです。だから大変なことになるって言ったじゃないですか。合計18万ギャラ、しっかり弁償してくださいね。こりゃメルバさんの勝ちだな。いいですか、武闘家たるもの、いたずらに力を振りかざしたりせず、シチュエーションをわきまえてこそ一人前です。はい。そことそこも元通りにしておいてくださいね。すんません、ほんとすんません。アジートへの奇襲を前に気分を盛り上げようと思ったんだけどな。また借金が増えちまった、はあ、アジートへの奇襲。ナノナノさん、いつも買ってくださるのはありがたいのですが、こんなにお菓子ばかり食べて大丈夫なんですか。大丈夫なのだ。さっき検診もバッチリ合格したのだ。ナノナノは何を食べても自由自在に消化できてしまうのだ。はあ、そうなんですか。便利ですね。でもナノナノはいい子なのだ。だから栄養バランスを考えていろんな味のデリシャスバーを食べるようにしてるのだ。あれとこれと、あ、それも買うのだ。毎度ありがとうございます。あれとこれと、風呂のドライブが終わったら、そこはもうアジートの注意機内。ココさんはどのような決断をされるんでしょう。あら、また実験が失敗してしまいましたわ。こんな時でも実験なんてのんきなもんですね。ミモレットちゃん、どんな時でも心の余裕は必要ですわよ。風呂のドライブが終わったら、そこはもうアジートの注意機内。ココさんはどのよ。
リコ。カズヤさん。格納庫で会うなんて珍しいね。どうしてここに？はい、また出撃の機会が多くなりそうなので、クロスキャリバーの状態を確認に来たんです。へえ。偶然だね。僕もだよ。ブレイブハートの様子を見に来たんだ。そうですよね、やっぱり自分の目で確認したいですから。ちょっと待ちいな、今のは聞き捨てならんで。あ、コロネさん。ごめんなさい、ゼミ班の皆さんを信用してないわけじゃないんです。自分で見ないと安心できへんなんて、無事悲しくなってくるやんか。いつも素晴らしい整備をしてもらって感謝してます、本当です。なんてな、冗談や。コロネさん、ほんまは2人の声が聞こえてきて感心しとったんや。自分の愛機のコンディションを自分の目で確認する、立派なことやないか。それでこそパイロット、それでこそ紋章機乗りやで。安心し、みんなの愛機はうちらが責任を持って最高のコンディションにしたる。その代わり出撃の時は頼むで。うちらの命はあんたらにかかっとんのや。はい、わかりました。ほな、うちは整備に戻るさかい、安城を見てってや。それじゃあ僕はブレイブハートを見たら別の場所に行くよ。はい、私もクロスキャリバーを見ていきます。また後で会いましょう、カズヤさん。うん。よし、大体のところは回ったな。僕も部屋に戻って休んでおこう。ドライブアウト正常に完了しました。現在位置はアジート中域辺縁部、センサーに人工物の反応はありません。カルバドスの指定座標まではまだかなりあるとはいえ、監視がゼロとはあくまでも指定した場所でのみ構えているということか。ドライブアウトしちゃったけど、結局まだ方針は固まってない。もうココさんに艦長を降りてもらうしかないのか。でもそんなことしたらエンジェル隊のテンションも絶対に下がっちゃう。ただでさえ勝ち残れる可能性は低いのに。ココさん、ダメダメだわ、何も決められない。私、カルバドスとの戦いを拒めば人質になっている人たちが攻撃される。でもこのまま戦ってもエンジェル隊やクルーが犠牲に。私には選べない。ダメだわ、私本当にダメ。うまくやってるつもりになってただけ。代行の立場で気楽に。だから正式に艦長に任命された途端ボロが出てこんなことに。私には覚悟がない。船のみんなを、エンジェル隊のみんなを、全てを背負う覚悟が。やめよう。私がこのまま艦長に居座っていたらきっと犠牲者が出る。大好きなみんなにも取り返しのつかないことが。カーチューさんに任せよう。彼なら私よりうまくやれるはず。もしかしたらタクトさんもそのつもりで中佐を派遣したのかも。タクトさん。あ、この箱。はい、これ昇進祝いね。現艦長就任祝い。ありがとうございます。何ですかこれ。だーっとダメ。え、今開けちゃダメだよ。
その時が来るまでは。その時ですか？そう、ここならわかる。その時がね。はあ、その時って今のような気がする。これは何の機械かしら。この上の部分はホログラフスナップ用の投影機だわ。裏に何か書いてある。生ものですので、ご開封後はお早めにお召し上がりください。タクトさんの舌はなんだかよくわからないけど、とにかく、はあ、タクトさんのホログラフ、あ、これだけ？やあ、ココ。びっくりした。もうタクトさんたら、この下の部分はボイスレコーダーだったのね。違うよ。さあさあ、時間がないよ。一体どうしたんだい？一体どういうこと？何これ、通信機？いえ、今アブソリュートと連絡なんてできるはずは。ココ、このホログラフ投影機の下の機械はね、俺のニューロンマトリクスを電子的にコピーしたメモリが入ってるんだ。ノアが片手間に行っている AI 研究の成果さ。でも実験段階だからね。マトリクス定着後に一度でも通電するとすぐに劣化が始まってしまうんだ。だからあまり長くは相手ができないんだよ。そんなわけで、ほら、早く早く。まずは落ち着いて。はい、深呼吸深呼吸。あ、はい。どう、落ち着いた？あ、いえ、はい。うん、それじゃあ話してごらん。その声の様子だときっと何か悩んでるんでしょう。やだ、そんな急に無理だわ。艦長なんて自分には務まらない、そんな風に考えてるんでしょう。きっとそうだ。何でもお見通しなんですね。さすがです。大丈夫かい？マイヤーズ長官。ん？私、艦長なんて無理です。とても長官のようには。最初はなんとかなっていたんですけど、どんどんうまくいかなくなって、特に正式に艦長に任命されてからはもう失敗の連続です。マイヤーズ長官の色に染め上げられたこの船がどんどん違う色になっていくみたいで、私、私、艦長の席を艦中さんに。ココ。あ、はい。ちょっと髪をほどいてくれるかな。え、髪ですか？どうして？いいから、ほどいてごらん。ほら、早く。あ、はい。あの。いいね、髪をほどいたココも。綺麗だよ。見えないけど。からかわないでください。からかってなんかいないよ。本当に綺麗なはずだ。長い付き合いだからね、リアルに想像できる。もう。ココ。何ですか？今、君が髪から外したリボン。これですか？それは俺だ。はい。そして、君の髪はルクシオールさ。リボンをほどいた髪は形が変わる。俺というリボン。それがほどかれたルクシオールは形が変わって当然なんだよ。え？俺の色をとどめる必要はないんだ。これからその船は別の色に染まる。ココナッツミルクという色にね。あ、ブリッジよりナッツミルク大佐。はい、こちらナッツミルク大佐。そろそろブリッジへお願いします。了解、すぐに行きます。
さあ、ここ。マイヤーズ長官。大丈夫。君にならできる。推薦した俺を信じてくれ。はい。うん。あ、お、どうやらちょうど限界が来たみたいだ。マイヤーズ長官。大丈夫大丈夫。これはコピーなんだから。でも。本物の俺によろしくね。はい。ここ、頑張れよ。長官。なお、このメッセージは自動的に消滅する。なんちゃぶす、ああ。タクトさん。タクトさんならどうするかじゃなくて、私ならどうするか。みんなには随分心配をかけちゃったわね。ごめんなさい。でももう大丈夫。今までを取り返すつもりで、全力でルクシオール艦長の使命を果たすわ。必ずベストの道を探し出す。だからみんな、私についてきて。ココさん、前よりもなんだか、すごい。人格が入れ替わったみたいですわ。本当だ。これは、こんなココさんは見たことない。すごいことが起こるんじゃ。ええ、そうですわね。期待してしまいますわ。よかった、ほっとしました。ああ、久々の OK だ。入国なのだ、頼もしいのだ。僕の考えすぎだったのか。おお、ん、これだ。こうでなくては。素晴らしい。私はこれを待っていた。これぞ艦長、これぞ待ち望んでいたシチュエーション。カーチューさん、失礼しました。少々取り乱しました。それから艦長、私のことはタピオと呼んでいただいて結構です。分かったわ、カーチューさん。いや、ですからタピオと。んで、覚悟決まったってことだよな。ルクショールはもちろん。もちろん戦って勝つわ。希望のない戦いなんて私はしません。言い切った。頼りにしてるぜ艦長。そのためにはやはりアリスさんの提案する奇襲作戦が不可欠ね。そこは当てにするけど、いいかしら。任しといてくれよな、カズヤ。頑張ります。なんだよ、歯切れ悪いな。だってこの作戦はアニス任せだし、僕は合体してついていくだけで。艦長、僕もホーリーブラッドで奇襲チームに参加させてください。え、ロゼルが？おいおい、慣れてる俺でも結構厳しいルートを飛ぶんだぜ。もししくじったって思いはできねえぞ。その心配はいらないよ。へえ、自信家だなお前。その鼻っ柱折れなきゃいいけどな。ああ、お互いにね。艦長、ブレイブハートはまだ不調から回復したばかり。万が一の事態に備え、奇襲する側にももう一機くらいの戦力は必要かと思います。そうね、もっともの意見だわ。ブレイブハートと合体したレリックレイラー、それにホーリーブラッドの突破力、二つを合わせれば奇襲作戦の成功率はぐんと跳ね上がる。そうね、艦長さん。はい、問題は小惑星帯を抜ける技量ですが、マティウス少尉ならばたやすいことかと。しっ、遊びつきかよ。決まりね。カズヤ君、アニスさん、ロゼル君の3人で別動隊を編成してもらいます。あなたたちはすぐに出撃になるから、ルートの確認をよろしくね。奇襲のタイミングはこちらで固め次第、紋章機のコンソールに送っておくわ。
了解しました。すぐに準備します。ま、しょうがねえか。ロゼル、足引っ張らねえでくれよな。もちろんさ。逆に君が助けてほしいときは遠慮なくどうぞ。ふ、二人ともそんなに意地を張らないで。作戦の成否がかかってるんだから。わかってるさ。僕は成功させるために同行するんだ。へいへい、自信満々なこって。アニスってば。あったあったよ。んじゃあとっととルート確認して出発と行こうぜ。ココさんが大丈夫になったと思ったらこっちに火種が。うまくまとめていかないと責任重大だな。